はい、皆さんこんにちは。今中のんびりフィルムカメラのひてるフォトです。はい、今日はですね、先日ですね、嬉しい出来事がありましたので、ご紹介をしながら、はい、こちらのカメラのご紹介をしたいと思います。実はですね、先週なんです、日曜日ですね、私はですね、オープニングのオープニングちょっと変わりましたよね。私の YouTube をですね、支えてくれている家族ですね、長男がオープニングの画面というかオープニング作ってくれたんですけれども、彼とですね、普段どんなところでカメラを購入しているのかということを、見ていただきたくて、一緒にいつも行くですね、カメラ店の中古コーナーとジャンクコーナーを見に行きました。そしてどんなカメラあるのかなということで物色をしている時に、なんか視線を感じるんですね。で、もしかしたらお知り合いの方かなと思ったんです。そしたらですね、その方が話しかけてくださって、いつも YouTube 見てますっていうことで話しかけていただきまして、すごく嬉しかったです。もう今登録チャンネル登録していただいている数がですね、今1820人ですかね、ということで、1000人を超えて、1800人を超えてきたんですけれども、ついその前もですね、一月ほど前なんですけれども、実は仕事の現場でやっぱり私の YouTube 見てらっしゃるという方に、お仕事の場でお会いしましたということで、そろそろですね、もしかしたら私の行動というかですね、私のことを、知っている方が少しずつばったり言い合わせることが出てきたので、すごく嬉しく思っていますと同時にですね、ちゃんとしていなきゃいけないなと思っています。もしですね、私が大体ですね、カメラ店の中古ジャンクコーナーとか、ハードオフとかリサイクルの、混まれたカメラのところに出没しますので、もしお見かけになった方はぜひ、好意を持ってですね、声をかけていただけるとすごく嬉しいです。はい、そんな出来事がありました。で、その時にですね、中古カメラ店の次に行ったのがハードオフのジャンクコーナーだったんですけれども、そこでもですね、カメラ店でお会いした方にまたばったりお会いをしてカメラの話をさせていただきました。その時に購入したのが今日ご紹介するキャノンの FTB です。実はこのキャノンの FTB ですね、もう何度もご紹介をさせていただいていると思いますけれども、ですね、これからフィルムカメラをやる方で、におすすめなやっぱりカメラですね、フルマニュアルのカメラで、丈夫でですね、壊れているものが壊れてないものがですね、多いということですね。で、見ていただくと分かるように、はい、かっこいいですよね。なんていうのかな、カメラらしいというか、がっちり作ってあるということで、非常におすすめのカメラです。このカメラを今日はご紹介をしたいと思います。はい、このキャノンの FTB ですけども、発売は1971年の3月です。ボディ単体では35,000円したというカメラで、このカメラのですね、最大の特徴というのは、実は、キャノンのフラッグシップキャノン F1 というカメラがあるんですけど、私持っています、このキャノンの F1 です。このニュー F1 でなくて、F1 の方ですね、このカメラと同等の基本性能を備えた、カメラで、レンズはですね、 FL レンズ、この FD マウント、今 FD マウントなんですけど、 FD マウントの前に FL マウントっていうのがあったんですね。 FL マウントのレンズもですね、TTL の絞り込み速攻で使えるということで、非常に基本性能が、素晴らしいカメラです。で、ちょっとですね、特徴的なところがありますので、実際にちょっとご紹介をしていきたいと思います。はい、まずですね、こちらのところに QL って書いてありますよね。 QL、 これは何かというと、クイックローディングということで、例えば撮影の最中にフィルムがなくなってしまったという時に、おそらくフィルムカメラ取り扱う方は分かりますけれども、
フィルム交換に手間取ることがあるんですね。なんていうんですか、差し込み、うまく差し込みができないとかいうことがありますけれども、このキャノンのクイックローディングっていうのはすごく優れた機能でしてです。フィルムを入れて、フィルムの先っぽを伸ばして、ここの赤い部分ですね、のところまで伸ばして、蓋をすると、これでフィルム装填が完了するということで、非常に便利で、確実な機能がついています。これ見ていただくと分かるように、こんなにも複雑というかですね、手のかかった機構なんですよね。ここに、ありますけど、こんな風に、フィルムを置くだけでいいですよという機能です。これクイックローディングと言います。はい、ということで、当時のカメラ、キャノンさんのカメラだけだったと思いますけれども、こういった機能がついていました。で、はい、軍艦部を見ていただくと、ここにスイッチがあって、今オフの状態ですけれども、手前がですね、電池チェックですね、チェックです。で、奥にすると、オンになる、オンに、下の方にですよ、オンになる、あ、こっちかな、オンですね、こちらがオンですね、オンになるということで、電池のスイッチがついています。ということは電池を使うんですね。で、電池、普通はですね、カメラの裏面に、はい、電池を入れるところがあるんですけども、このカメラはですね、こちらにあるんです。ここです。ここにカメラの電池を入れるところがあります。で、まあ、10円玉 で、開けれるようになっているんですけれど、はい、ここでやっぱりね、電池が入っていないカメラ結構多いんですね。なので、電池の向き、おそらくわからない方が、いらっしゃると思いますけれども、MR9 という電池を使うんですね。 MR9 という電池なんですけども、今現在これ水銀電池ですので売ってません。なので、まあ Amazon とか、まあ他の Yahoo ショッピングでも楽天でもいいんですけども、MR9 アダプターと検索すると、LR44 とか SR44 をこのカメラで使えるようなアダプターが売っています。ですので、こういったもの、ものを使っていただければと思います。はい、そこでですね、電池の入れ方なんですけれども、手前側、蓋側がプラスです。で、奥がマイナスになります、になるように電池を入れていただければ結構です。で、このカメラですね、買うときに注意が必要なのは、もし露出系動かなくてもフルマニュアルなので、撮影には問題ないんですね。ですけど、私がやっぱり一番気にするのはファインダーです。で、この時代のカメラ、さすがにですね、どこのメーカーも同じなんですけども、ファインダーの中に、まあ、すごくたくさんですね、ゴミが入っていたりするんですよね。それとか、カメラによってはプリズムの腐食で横に線が入っていたりします。ですので、このカメラ購入するときには必ずファインダーを覗いていただけるといいかなと思います。で、ファインダー、フォーカシングスクリーンを交換できるカメラではありませんので、フォーカシングスクリーンを交換できるカメラでしたら、ある程度フォーカシングスクリーンを外して清掃とかできるんですけれども、できないカメラの場合は分解してないと綺麗にならないんですね。で、このカメラ2750円で購入したんですけど、購入したそのポイントというのは、覗いてみてファインダーがやっぱり綺麗だったということです。なので、もしたとえ露出系動かなくても、撮影に十分耐えうるということで、このカメラを購入いたしました。せっかくですので、シャッター音を聞いていただこうと思います。はい、シャッター音ですね、はい、こんな音が鳴ります。モルトはすべて、交換してあります。まあ、こういう当時ですね、こういう音をしますよね。はい、ということで、非常に軽快に撮影のできるカメラです。はい、私はね、キャノンさんのこちらはですね、今キャノン、カメラミュージアム見てるんですけども、対象となる人はやっぱり中堅機というかで、アマチュアの写真家にすごく愛用されたというカメラです。ですので、中古市場でも非常に多く出回っています。
で、これにですね、もしブラックモデルに出会うとちょっとラッキーな気がします。ブラックボディはですね、ちょっとレアで、で、なんで塗装が剥げてくるとかっこいいんですよ。塗装が剥げてくるとかっこいいカメラです。はい、こういったカメラですね、ぜひ皆さんも使っていただければ嬉しいかなと思います。はい、皆さんもですね、このキャノンさんのカメラに何かですね、エピソードとかありましたら、ぜひコメント欄で寄せていただければ嬉しいと思います。はい、またからのんびりフィルムカメラの一人フォトでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。さよなら。